MG 小太郎とエールマサの笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もね、はい、長岡のアモーレの広場。アモーレはね、あのスペイン語とかで、ね、なんか味になっちゃうの。アオーレですか。アオーレ、はい、アオーレだ。アオーネみたいな感じ。アオーレネッカネッカ、それはあの新潟弁ですね。はい、ありがとうございます。今日はですね、はいはい、あの引きこもりの子供たちにぜひおすすめしたいことがあるんですよ。本当ですか、うん。まあ、悩んでる方もちょっと多いかもしれないですね、もしかしたらね。引きこもりの子たちっていうのは、はいはい、必殺技があります。マジですか、うん、必殺技、うん、その子たちに向けた必殺技。必殺技、なるほど。引きこもりの子たちは、はい、うん、俺ね、ネパールに留学するといい。おまた大胆なネパール行ったことある？いや、ネパールないです。ネパール行ったらね、うん、俺大変なことになったの。今回インドネパールツアーにね、緩んだ人からうまくいくの、上原先生と12日間行って帰ってきたばっかりなんですよ。あ、そうですね。でネパールも今回行って、うん、休憩時間にネパールのちょっと田舎をね、うん、歩いてたの、はいはいはい。そしてたら、はい、10人ぐらいの高校生、中学生か高校生か分かんないんだけど、はいはい、制服を着た自転車軍団とすれ違ったの。マジですか、うん、やっぱり峠校のタイミングですれ違ったの、はいはい。ですれ違ったんだけど、はい、しばらくしたらそのすれ違った自転車が一斉に戻ってきて、はい、みんなめちゃくちゃ爽やかな高青年たちが俺を取り囲んで、どっから来たのって、もう興味津々の目で、純粋な気持ちで、もうその旅してる人が珍しいから、なるほど、 どっから来たの、しかも彼ら人懐っこいから、なるほど、 もうどっから来たのって言って、ジャパンって言ったら、うん、おービューティフルプレイスとか、もう賛辞してくれるの。そうか、田舎町だから、 そもそも、うん、あの旅行者が来ないような場所で休憩ですもんね。そうで、女子学生たちも集まってきて、人気者じゃないですか。もう学生たちが、はい、もう俺を一斉に輪に取り囲んで、もうスターだ、スター、もうみんな俺をスターを見るような目でキラキラした目で、で俺写真、あのカメラを胸からぶら下げてたから、うんうん、デジカメをね、はいはい、もう撮って撮ってとなって、いいっすね、ピュアだな、ね、めっちゃピュアですね。小栗旬ってこういう気持ちかっていうのが味わえる分かったね。日本人っていうだけでね、うん、あ、木村拓哉ってこういう気持ちかっていうのが、なるほど、日本でこうなってるんだみたいな。めっちゃチヤホヤされるから、めっちゃ最高ですね。引きこもってる子がネパール留学したら、はいはい、うん、1秒でスーパースター。最高ですね。それはね、気持ち変わるよ。そしたらマイケル・ジャクソンになれる。やばいですね、超スターが来ちゃったみたいな、うん、あの日本で引きこもっても、うん、ネパール行ったらマイケル・ジャクソン。やばいですね、引きこもりからのジャクソンってすごいですね。マイケル・ジャクソン、すごい飛躍ですね、うん、いやでもその気持ちになったらなんか小さいこと気にしなくなりそうですもんね。そうそう、で俺帰って、うん、そのちょっと散歩ね、ちやほやされてね、うん、で休憩時間終わるから帰ろうとしたら、はい、編集、旅に同行してた編集のね、はい、豊島さんっていう女性がね、はいはいはい、街を歩いてたんだけど、はいはい、のが見えて、はい、でそこになんかネパールの子たちが乗った、はい、まあ、学生たちか若い子たちが結構乗ったバスが通り過ぎた、はいはいはい、そうしたら、はい、日本人を見てね、はいはい、豊島さんを見て、はい、バスの中からキャーっていう、すげー黄色い声、豊島さんが手を振ったの、それに合わせて、はいはいはい、そうしたらもうキャーってなって、いや、すげー、スターだった。もう豊島さんもね、はい、完全アイドルだった、ね、アイドルですね、うん、やばい、手を振ってキャーって人生でなかなかないですよね。それは豊島さんもね、アイドルに、だって豊島さんだってもうさ、はい、40代だよ、はい、40代、40代、はい、女性、うん、すごいですね。40代の女性でもね、はい、一瞬でみんなのバスの人たち手振っただけでキャーってなるんだよ。スターですね、アイドルになっちゃう。いや、素晴らしいですね、はい、いや、すごいですね。俺もね、希望ですね。もうネパールで即ジャニーズ入りだった、はい、ジュニアじゃなくて、ね、全員に囲まれた。やばいですね、うん、そんなことなかなかないですね。女学生たちもみんな俺取り囲んで確かに学生が囲まったジャニーズですね、それは。すごいよ、超イケメン俳優か。写真撮ってほしい。どっから来たの、日本って言ったらもう、やばい、聞きた、行ったことない人もね、ビューティフルプレイスが。嬉しいですね、それは。チヤホヤされたね。いや、すげえ。引きこもってる子は、はいはい、絶対ね、そっか、明日にはネパール行ったのもうすぐチケット取ってもう直行便があるかないか分かんないけど経由でもいいから。でも必要とされてるみたいな感覚味わえるかもしれないですね、うん、なんかいてもいいんだ的なね。そう、あ、いいかもしれないですね、うん、それは楽しいかも。でも一つだけね、はい、まあ、ネパールにもいろいろあるんだろうけど、うん、その、まあ、僕らちょっとどこに行ったのかちょっと分かんないけど、ね、田舎町だっての休憩所ですもんね。しかもね、たまたま寄っただけですからね。で宿にそのネパールで3日泊まったんだけど、はいはい、
その一つ驚いたのはね、はいはい、ネパールの星空はね、はい、新潟の星空よりも星がなかった、はい、あ、そう、意外とあれ遮るものは何もなさそうだけど、そうそう、光もあまりなさそうなイメージあるけど、意外とあのね、ギャップがありますね。そうそうそう、うん、それは新潟がすごいですね。そしたら、そうそうそう、新潟が素晴らしいですね、うん、綺麗なとこなんですね、やっぱり、うん、ビューティフルプレイス。なんかその、はい、あのハイエナじゃないけど、なんか、はいはい、なんていう犬なんか怖い犬、野良犬じゃなくてハイエナじゃなくて、なんていうの、ジャッカルで、はい、ネパール泊まった時、夜散歩やめてくださいねって言って、はいはいはい、ジャッカルに取り囲まれますんで、じゃあ夜はジャッカルに囲まれる、昼は学生だけど夜はね、ジャッカル、夜はね、ジャッカルに、ね、危ないですよ、それ。狙われる、学生に囲まれるけど、夜は下手に歩くとジャッカルに囲まれて、そのまま、あの、いなくなるかもしれない。朝方ね、確かにね、はい、ジャッカルがめっちゃ鳴き声、ジャッカルめっちゃ鳴いてた。マジですか。朝を告げる声が、うん、いや素敵ですね。いや、ちょっと夜と昼のギャップがすごいですね、ネパール。ジャッカルの、ね、鳴き声がすごい。あ、そうなん、でも自然ですね、それは。ジャッカルの鳴き声知ってる？いや、聞いたことないですね。ジャカールって鳴く。嘘でしょ。自己紹介なの。ジャッカル認識してるの、ジャッカルってこと。ジャカール、しかもハタタシハタのジャカールなんですね。ジャカールじゃないんで、ジャカールの方だったのに、なんかネパールみたいな感じですけど、なんかすごいな、なんか自己紹介してくれるんだ。知らなかった。自己紹介がすごい。なるほど、アピールすごいですね、朝から。まあね、とにかく、はいはい、もう引きこもってる子はもうすぐネパール行った方がいい。いや、楽しいですね。、うん、まあ、なんか世界観変わるでしょうね、それは。本当旅した方がいい。いや、旅するのいいですね。うん、か、うん、あの、本当にね、キラキラさせてね、はいはい、目をキラキラさせて、純粋な気持ちで、純粋に興味を持ってね。いや、嬉しいですね。もう一斉に20何人、最終的にどんどん、囲んでくるから、やばいですね。もう先行けなくなっちゃうじゃないですか、もう、うん、もう歩けないぐらいの、あなたをね、はい、一瞬でジャニーズスターに変えてくれます。お、それがネパール、うん、それがネパール。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、MG コードのとエールマサの笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました。